今まで僕がついた嘘と今まで僕が言った本当、どっちが多いか怪しくなって探すのやめた。自分の中の嫌いなところ、自分の中の好きなところ、どっちが多いかも分かってて悲しくなった。どうせいつかは嫌われるなら、愛した人に憎まれるなら、そうなる前に僕の方から嫌った僕だった。だけどいつかは誰かを求め、愛されたいとそう望むなら、そうなる前に僕の方から愛してみてよと。君があまりにも綺麗に泣くから、僕は思わず横で笑ったよ。すると君も釣られて笑うから、僕は嬉しくて泣く泣く。明日を呪う人間不信者は、明日を夢見る人間信者に、もう昨日を探してた僕はいない。戦場機この機会にどの子家庭にも一つは用意していただきたい。これ買わない手はない、嘘ではない、驚くべき効果を発揮します。新しい自分に出会います。ただ中毒性がございます。要望要領をお守りください。こんなキャッチフレーズを書こう。やっとこうさ、君のクローンが成功した時にでも、だって君は世界初の肉眼で確認できる愛、地上で唯一である神様。誰も端っこで泣かないようにと、君は地球を丸くしたんだろう。だから君に会えないと僕は隅っこ探して泣く泣く。誰も命無駄にしないようにと、君は命に終わり作ったよ。だから君がいないその時は、僕は息を止め待つ。するとね、君はいつでもここに来てくれたのに、もうここにいないいない。明日を夢見た人間信者は、明日の死を待つ自殺志願者に、3分前の僕がまた顔を出す。息を止めると心があった、そこを開くと君がいたんだよ。写真棒に君がいるなら問題はないないないよね。2秒前までの自殺志願者を、君は永久幸福論者に変えてくれた。そんな君はもういない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 けど、この心臓に君がいるんだよ。全身に向け脈を打つんだよ。今日も生きて、今日も生きて、そして今のままでいてと、白血球赤血球その他諸々の愛を僕に送る。